さあ、立花龍さんですね、今日も隣、カフェコーナーの手前のところにね、机に並べておりますみかんと、大衆柿をですね、ご用意いただいておりますけども、本業というかですね、まあ、みかん農家さんで、まあ、今年もいただきましたけども非常に美味しくてですね、まあ、今からの季節に非常にぴったりじゃないかなと思っております。またおそらくこの安さはあれですかね、共同だけの特別価格ですか。いや、通常で。通常のそうなんですね。はい、わかりました。はい、一応はい、10キロと一玉ごと取ってるんで。はい、そしたらご指名の方はよろしいでしょうか。普段はですね、指定してるコノハっていうところですね、コノハ駅のすぐそばの、コミュニティセンターみたいなところで、はい、歌っておられますということで、はい、はい、ぜひですね、普段からの、慣れてらっしゃるいろんなイベントでの、歌も含めてですね、ぜひお楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは立花龍二さんです。大きな拍手でお迎えください。どうぞよろしくお願いします。今日は九州ラーメンと文化祭、大変におめでとうございます。お呼びいただきましてありがとうございます。今日3曲歌わせていただきます。まず、モン軍の韓国から来日16年目の、モン軍、以前事務所にいた時にキャンペーンに来られた時にお会いして歌を聴いた、すごいいい歌でした。北海ジャンジャン節、聴いてください。ジャンとなる船が出る、なんで行かずにいられゆうか、どうしんも病院もどこ吹く風の、流行る親父を押し止めて、俺が乗る、ジャンと泣く胸が鳴く、なんで抱かずにいられゆうか、東海暮らしよ今日から捨てて、ここで生きるという女、出てくれと涙をこらえて散る夜、燃えろ後悔命ぶし、俺が乗る、俺が行く、あんたがくれた親と子、未来のジャンが鳴る、響け崩壊
ありがとうございました。はい、ジャンジャン節、元気のいい歌でございます。2曲目はですね、昨年11月25日熊本新都心プラザで山本長司さんのコンサートに見に行かせていただきました。でそこでこういうエピソードを聞きました。病に伏せる山本長司さん、もう再起不能と言われてました。そこに親友の吉幾三さんが激励に来られるわけですね。おい山本、いつまで寝てるんだ、腰を上げろ、先に進め、そう言われて俺が全部準備する、そう言われて作られた曲が人は旅人です。聴いてください。出てたものがあるはず。座り続けていたら何も変わらぬ。振り返っていても誰もいないさ。さあ腰を上げろ、さあ先に男ならば進め、人はそう旅人。月の明かりと星に丸かで歌を口ずさみ、まっすぐ歩け、誰かと会えて別れてみれば人の恋しさわかるものさ。黙っていたら何も進まぬ。気取っていても誰も寄らぬさ。さあ腰を上げろ、さあ何かが見える。男ならば進め、人はそう旅人。悲しい時、飾ることなく泣いたらいいさ。裏切られても我慢すりゃいい。許せることもいずれ許せる。好きな女の笑顔を思い浮かべて、黙って進め旅のその先。さあ腰を上
げる。さあ荷物を背負え、男ならば進め。人はそう旅人。ありがとうございました。これ自分の応援歌にしております。ありがとうございました。で最後3曲目、これは神奈川県にお住まいの斉藤ゆかりさんと友達の方から、あとマサニーと呼ばれてまして、この歌が合うんじゃないかと選曲してくれて教えてくれました。それで、歌うようになりました。湯原正幸さんで、これ人生の歌です。冬桜聴いてください。最後ありがとうございます。食べなさい。じゃあ3曲目最後、冬桜聴いてください。一度だけの人生と誰もが口にするけれど、悔やんじゃいないこの生き方を、急がば回れの夢がある。春に染いて桜井、桜桜冬桜、歩いた道を恥じるなと、ただひそやかに心にそっと降り注ぐ。吉のくじばかり何度も引いて苦笑い、思えばいくつ探しただろう、お前と二人人生を。風に吹かれて舞い上がる。桜桜冬桜、幸よ彼と花びらが、二人の肩をいたわるように、春に染いて咲くがいい、桜桜冬桜、歩いた道を恥じるなと、ただひそやかに心にそっと降り注ぐ。
3曲お付き合いいただきました橘龍司でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの2曲目すごい感動的だったですね。あのエピソードですね。ありがとうございます。普段なんかの他にイベントとかに近い予定ありますか？ですね、11月の8日、玉名市の白鷺荘ホテルの、野外ステージで、玉名マルシェがございまして、そこで、4名の演者歌手の皆さんと盛り上げて、またブース物品販売みかん1号店1号店、いろんな催し物があります。10時から4時、玉名の龍岩寺温泉の白鷺荘、別館の前の龍岩寺公園でございます。近くの際はぜひお寄りください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、そちらの方もですね、ぜひお近くの方行ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。橘龍司さんでした。ありがとうございます。